ユナイテッド航空859便オーバーラン事故は1961年7月11日に発生した航空事故。ネブラスカ州エプリー飛行場発コロラド州ステープルトン国際空港行きのユナイテッド航空859便がステープルトン国際空港への着陸中に墜落し18人が死亡し84人が負傷した。原因は 一方の側の二つのエンジンが逆噴射状態になったためで、それにより機体は制御不能に陥り滑走路を逸脱し、燃料タンクが破裂し火災が発生した。空港消防署は緊急時の設備が不足していることが後に判明したが、消防署員の努力で多くの人命が救われ称賛された。事故機は建設機械を含むいくつかの空港車両に衝突し、18人が死亡し、 84人が負傷した。859便は途中で油圧の不具合が発生し、クルーが油圧の不具合のチェックリストに従った後、通常の着陸準備を行った。859便は正常に設置したが、エンジンのスラストレバーを逆噴射の位置に動かすと、左側のエンジンのスラストリバーサーのバケットが正しく、展開しなかった。エンジンの水力を前方に向けるには、 バケットを閉じなければいけない。この故障により、左側の第一エンジンと第二エンジンは通常時の水力、右側の第三エンジンと第四エンジンは逆水力をという状態になった。そのため機体は機体称的な水力により、右にそれ始めた。滑走路を逸脱し、建設中の新しい誘導路に接触した後、右のメインギアが壊れた。ノーズギアも壊れ、 右翼の燃料タンクが破裂し、火災が発生した。航空委員会報告書は逆噴射状態にならなかった要因は、逆水力インジケータライトを複数重視が監視を怠ったことだとした。沈下後の時刻期18人の死者のうち1、酸化炭素中毒が死因なのは16人であった。一人の高齢女性が避難中に、両方の足首を負傷し、後でショックで亡くなった。 救助活動はほぼ直ちに開始されたが、空港消防署は人員の不足に加えて設備も貧弱で、車両は1940年代に導入されたものを使用していた。さらに、近隣の空軍基地やデンバー市の消防施設からの援助の遅れによって被害が拡大した。しかし、消防隊員は難しい状況の中、適切に行動し多くの人命を救ったとして、賞賛された。 逆水力装置が原因の事故、ありがとうございます。